こんにちは。そして初めましての方も、チョビパパと申します。2020年も大晦日を残すだけ、動画を見ていただいた皆様に心より感謝いたします。来年も見ていただけるような作品を制作したいと思っています。あくまでも楽しさ優先ですけど。では2020年のまとめスタートです。